皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は退路を断つというお話をしたいと思います。退路を断つということはですね、特に会社員とかそういう場合から、教室一本に変えるとかそういう時に、どういう覚悟でその仕事に取り組むかっていう姿勢なんですけれども、リスクを減らしたければ当然副業的にこっそりこう水面下で動きながら、でこちらの売上が上がったら辞めるっていうのが一番リスクがないやり方にはなります。ただ二足のわらじを履いた状態でこっちやりながらこっちもやってっていうふうにすると、通常の人はどっちつかずになるか、中途半端になったりとかしてどっちもうまくいかなくなるケースが多いんですけれども、その馬力が2倍3倍馬力がかけられる人だったらそのリスクがない形、こちらをこう上げていってこちらを下げるみたいな形ができるといいなというふうに思うんですね。ただそれが難しい人は本当にもうそれ一本だっていう覚悟を決めて会社を辞めたりとかして次のところに行くっていうか、今回の場合には起業するっていうことになるんですけれども、そうするともうその道しかないんですよね。で、自宅教室っていうのは良くも悪くも場合によっては旦那さんのお金だけで家が回ってる場合には余暇的な感じで行けるので、割とそのあたりがこう感情が起伏な方とかが結構多いんですけども、仕事にしていきたいというふうにもしも思うのであれば、ある程度その本気度がどの道必要で退路を断つっていう覚悟、だから会社員に戻らないっていう覚悟とかがないと結構しんどいとこがあった時に辞めちゃう、乗り越えられない人も多かったりするのは事実です。だから1年以内に潰れる教室がすごく多いんですよね。想定してたものより例えば自分はパンが作れます、このパンの喜びを人に伝えたいだけではビジネスはできないですね。集客っていうのも当然大事ですし、収益が残らないと継続できないので、そのあたりのシビアな話がないと趣味っていうことに当然なっていっちゃいますよね。だから本気度の度合いから言うと戻ることがないっていう覚悟があればもうそれしかないので、がむしゃらにやるしかないっていう事実が実際にあったりしますよね。私は割と計算をきちんとしながら動くタイプなんですけれども、起業3年目の時に、心の部分でですね、ちょっとプライベートの方で衝撃を受けることがあって、そして心が乱されちゃったことが原因で仕事がちょっと手がつかないというかおろそかになっちゃったことが原因でものすごく売り上げが落ちた、ほぼゼロに近くなったことが1回だけあります。その時の衝撃というか恐ろしさっていうか、油汗が出るあの感覚っていうのは今でも忘れてないんですけれども、どんな手を打っても何をやっても予約が入らない時があるっていうのは私の中では恐怖に近かったですね。なぜなら開業当初から普通に集客できて満席に近い状態でずっと続けることができていたので、たとえメンタルの部分がそんなにこう入ったとしても確かに手は抜いちゃったかもしれないけど、そこまで大きく影響するとは思わなかった状態で本当に冷や汗が出ましたね。あの時は全部の娯楽というものとあと削れるものを全部削ってしのいで乗り切った時の記憶っていうのはあったんですね。例えば朝ごはんとかお昼ごはんとかもたかだか500円とか何百円ですよのお金すら出ない状態、パン教室だったんでデモンストレーションで作ったパンを今までは全部近所の人に配ってたんですけど、家で冷凍パンにしておいてそれを朝一個ずつ解凍しながら食べていくあの感覚、あれは相当しんどい経験でしたね。割ともともとパーティー飲み会交流好きな私が全ての誘いを断り、どうしてもっていうのだけ言ってましたけどね、それでもパスモのあれをピッとやるたんびに電車バス乗るたんびにゾッとしながら乗ってたんですよ。100いくらだとか200いくらだとかって
いうそういう経験とかがあって、それでもじゃあパートに戻ろうって、パートやったことがないんで分かんないんですけど、会社員に戻ろうとかそういうことはなかったです。もうその時にできる限りのことを全部やって、でも絶対に立ち直るって決めて、今までの多分3倍ぐらい動いたんですよね。でその後実際にやっぱり3倍以上の売り上げが立ったことによって、その年は下がることもなく何事もなかった風な伸びたっていう終わり方をしたんですけど、途中2ヶ月ぐらい低迷期を味わったことがあって、あの時も辛かったんですけども、戻る場所はどこにもなかったし、それでやっていくんだって決めたから、どうしても乗り切らなくてはいけなかったので、まあいい経験でしたね。自分でコントロールできないっていうことが発生するんだっていうことを理解した時に、集客の部分とかも安定化させる、もっと違うやり方も必要だな、精神面の脆さが全て経営に出てしまうんだっていうのも理解したので、メンタルを鍛えようっていうのはその時思ったんですね。だから動じない心を作る、なんでそれも全部含めてなんですけど、退路があると人は逃げ込みます。私は絶対に戻らないって決めていたし、よくね、起業して会社員に戻っちゃう人の話も聞いたりするんです。でそれは別に悪いことだと思わないし、組織の下に入る方が向くタイプと、長としてリーダーシップを持ってフロンティア精神で切り開いていくのが合ってる人といろいろいるんで、分かっちゃったら別に戻って企業に属しても構わないと思うんですよね。だから皆さんは割となんか起業すると全部自分の好きなようにできて好きなことをできるからバラ色みたいに思う人もいるんですけど、いやそんなこともなくて、責任も伴うし、きついセッションもやる場合もあるし、まあ場合によってはやっかみを受けたりとかっていう人もいたりするし、まあいろいろですね。だけどそれをしてでもやりたいこと、救いたい人、叶えたい夢があるかどうかが続けるポイントになるので、そこにね、退路があると逃げ込みます、おそらく。だから自分で自ら退路を断つっていう覚悟がある方が事業はうまくいく。だから今私そこがなくてもまあいけるんですよっていう方は、無理に仕事モードに入らない方が楽かもしれません。趣味の領域でやっていく方が全然楽だから。なんで、まあ、そんな話を、まあ、いろいろな方とお話をしていると、立場とか状況があるので、仕事をしたい人は思いっきり仕事したらいいと思うし、そうじゃない人はそうじゃなくて全然構わないと思うので、個人の考え方です。ただもしも会社員から、最後のチャンス、よし体力があるし頑張ろうって思うんだったら、退路を断って取り組んでもらった方が成果が出やすいかなっていうふうに思いましたので、そんな話を今日してみました。それでは。